渋谷区立原宿外苑中学校は、東京都渋谷区神宮前1丁目にある、区立中学校である。1997年、外苑中学校と原宿中学校との統合によって創立された。徒歩3分ほどに、竹下通りなどの繁華街があるが、場所は、デザイン事務所や、渋谷区立中央図書館、原宿警察署、マンションなどが、周囲に存在するため、比較的閑静である。明治神宮の木や、校門の前のイチョウ並木など木々が、周囲に多く存在するほか、校内にも、桜などといった木もある。立地的に、都心部にあるため、校舎内から、南は、渋谷の高層ビル、北は、新宿及び、西新宿の高層ビル、屋上では、上記と、東側に、国立競技場及び、神宮外苑そして西には、明治神宮の森を眺めることができ、さらには、夜景が、とても美しい。校歌は、小倉慶の作詞である。校章は、原宿表参道の欅の葉と、神宮外苑のイチョウの葉を組み合わせ、両校の頭文字である、H と G を載せている。制服は、区内で、唯一の学ランとセーラー服である。比較的自由な校風で勉学に励む生徒が多いため、中間及び期末試験のおよそ2週間前からはすぐ、側の渋谷区立中央図書館の座席が、生徒の使用により多少混雑する。元は2クラスであったため、数年前に、学区外からの生徒の増加に伴う3クラスへの編成転換の際、3学年は設備の都合上、クラスによって回数が異なる。渋谷区では学校選択希望制を採用しているため、毎年原宿外苑中学校を希望する生徒が非常に多く、同区内の渋谷区立小等中学校などとともに、毎年定員を超え抽選が発生する。また、原宿外苑中学校は、生徒のおよそ3分の1が、恵比寿や代官山、広尾、富ヶ谷、三宮橋つまりは、学区外から通学する。そのため、その生徒の多くは、原宿駅を利用する。原宿外苑中学校は、名前が長いため、愛称として、外苑中や、原外と略す。旧原宿中学校渋谷区立原宿中学校は、かつて、東京都渋谷区神宮前3丁目12番8号に、所在した、中学校。もともと外苑中学校の分校場として設置された、後に独立。約35年の後に、再び外苑中学校と統合されて、廃校となった。1960年、東京都渋谷区立外苑中学校の分、教場として、原宿2丁目の穏やか現小学校跡地に設置された。1962年4月に、原宿中学校として、独立、開校したが、1997年3月をもって、閉校。元の本校であった外苑中学校に統合されて原宿外苑中学校となった。学校の跡地、建物は渋谷区サービス公社の運営する福祉施設ケアコミュニティ原宿の丘となり、1999年に開業した。同施設には地域包括支援センター、在宅サービスセンター、ホームヘルパーステーションが併設され、かつての体育館はリクリエーションホール、同屋上にあったプールは、ビオトープとして活用されている。ありがとうございます。